ず軽くマックスの歴史からお話しします。マックスはパリの国立音響音楽研究所イルカムと呼ばれるところで生まれ、シンセサイザーを制御するための言語として開発されました。1997年に音響信号処理機能を担う MSP、 2002年に映像処理を担うジッターがそれぞれ発表になり、現在はアメリカのサイクリング74社が開発販売を行っています。 MAX には大きく2つのウィンドウしかないと言ってしまっても良いほどシンプルなソフトウェアです。まず1つ目ですね、こちらパッチャーウィンドウ、こちらはプログラムを書くキャンパスとなるウィンドウで、全ての処理はこのウィンドウ上で行われます。ファイルから New Patcher もしくはコマンドキーと Nで作成することができます。そしてもう一つ目がこちら MAX ウィンドウですね。パッチの動作状況やエラーメッセージ、あとはバージョン情報などが表示されます。こちらは、ウィンドウから MAX ウィンドウもしくはコマンド M ですね。さて早速、プログラムの書き方とオブジェクトの出し方をやっていきます。最も簡単なプログラムをまずは書いてみましょう。プログラムを書くためには、パッチャーウィンドウにオブジェクトを並べ、パッチコードと呼ばれるものを配線することで作っていきます。パッチャーウィンドウの空白をダブルクリックしてみましょう。すると、オブジェクトパレットが出てきます。その中から左から6番目、6番目のナンバーオブジェクトを選択します。すると、パレットが閉じてナンバーオブジェクトが生成されました。これは数字情報を表示してコントロールするためのオブジェクトです。次にパレット一番左上のオブジェクトを選択します。こちらは、このような出し方以外にも空白の上で N キーをタイプすることでも出てきます。で、このテキスト入力状態でプラスを入力してみてください。するとプラスから始まるオブジェクトの候補がリストアップされます。その後パッチャー上の空白をクリックすることでオブジェクトが確定されます。確定が完了するとオブジェクトの上下に黒い部分ができ、こちらインレットとアウトレットと呼ばれるオブジェクトへの入力出力部分が生まれます。こんな感じですね。そのインレットとアウトレットにマウスカーソルを合わせると簡単な説明を見ることができます。以上がオブジェクトの作成方法です。次はこの2つを配線してみましょう。ナンバーオブジェクト、左側のアウトレットの上にマウスカーソルを置きます。この状態でクリックをしながらプラスオブジェクトの左側のインレットの上にマウスカーソルを持っていき、離します。これでパッチコードの配線が終わりました。さらにプログラムを進めていきます。ナンバーオブジェクトを2つ追加します。1つ、ナンバーオブジェクトを選択しオプションプラスドラッグすることで複製することもできます。そしてパッチコードを引きこのような状態にします。これでプログラムの開発が終わっちゃいました。それでは動作をさせてみましょう。次はプログラムモード、アンロックモードと、動作モード、ロックモードの切り替え方です。このパッチャーウィンドウにはいくつかのモードがあります。デフォルトのプログラムを書くモードから動作をさせるモードに切り替えてみます。左下の鍵のアイコンですね、をクリック。もしくはコマンドキーと E。または空白の上でプラスキー、空白の上でコマンドキープラスクリックですね。してみましょう。すると、インレットやアウトレットの幅が小さくなったり消えたり、で、ウィンドウのタイトルからロック、アンロックドが消えて動作モードに入りました。次に、左上のナンバーオブジェクトの上をクリック&ドラッグしてみましょう。すると数字を変更することができて、下の数字にも変化が起きます。では次、
右側も変更します。選択した後、数字キーや矢印キーでも選択することができますね。10。すると先ほどとは違って下の数字には変化が起きません。この状態で再度左側の数字を変更してみましょう。今度はまた下に計算結果が出力されました。これは MAX では左側が重要な要素をコントロールし、出力のタイミングを制御します。右側はそれを補うための様々な要素を入力する。わかりやすく言えば左側がメイン、右側がサブですね。これをしっかりと覚えておいてください。では、この足し算のプログラムをこれを掛け算に変更してみます。ではまたプログラムモードに戻して、よいしょ。足し算から掛け算に変更してみましょう。オブジェクトの名前をプラスからアスタリスクに変更します。オブジェクト名を確定後、また動作モードに切り替え、数字キーを変更していきます。まずは10。これでかける10になります。1、2、3、4、5。これで足し算から掛け算の変更になりました。以上が MAX の基本操作のすべてです。このような操作を繰り返すことでプログラムを作っていきます。以降は特別でない場合以外は特にモードを切り替える指示はしませんのでよく覚えておいてください。それでは次 MSP の分野に行きます。サイン波の生成をしてみましょう。サイン波の音を生成するオブジェクトサイクルニョロを出します。テキスト編集状態でオブジェクト左側にマウスカーソルを持っていき、このイコールの上でクリックすることでニューオブジェクトリストと呼ばれるリストが出てきます。そこから選択することもできます。サイクルニャロですね。またスピーカーオブジェクト EGDAC をオブジェクトパレット一番右上から選択して出します。これらをこのようにつないでください。ロック状態にしてEGDAC の上でクリックすることでサウンドエンジンがオンになります。入力される数字をこのように変更することでサイン波が鳴っているのがわかると思います。これか。サイクルニョロ。サイクルニョロは受け取った数字を周波数ヘルツですねとしてサイン波を生成するオブジェクトです。試しに掛け算の数字をいろいろと変更してみましょう。今もやっちゃいましたが、44だと440ですね。440Hz が音楽の世界での基準音となるラの音です。ここでスピーカーにつながるパッチコードが黄色と黒のトラ柄模様になっているのがわかると思います。これは MAX で流れる信号を区別するための特徴の一つで、音声が流れる場合はこうなります。これまでに使ってきた黒の実線、こちらですね、はデータが流れるパッチコードになります。また、先ほどニョロと言いましたが、ニョロがついているオブジェクトは MSP の分野で DSP のオブジェクトになります。デジタルシグナルプロセッシングのオブジェクトになります。これで音が鳴らない場合はオーディオドライバーの確認をしてみましょう。メニューのオプションから DSP ステータスをクリックすることでドライバーの変更ができます。コアオーディオビルトインアウトプットあたりが正解だと思うんで、もし他のが選択されてたら変更してみてください。次はサウンドファイルの生成をして再生をしてみましょう。メッセージと呼ばれるオブジェクトを使います。今回 SF プレイニョロプレイニョロこれですね
これが主なサウンドファイル再生のオブジェクトになります。こちらにオープンと書かれたメッセージオブジェクトを使ってファイルを読み込みます。メッセージオブジェクトの出し方は、オブジェクトパレット左上から2番目、もしくは M キーですね、空白で M キーを押すことで作成できます。オブジェクト、今まで出してきたオブジェクトとは異なり、自分で中身をすべてタイプする必要があります。オープン。オブジェクトと見た目が非常に似ているため、最初は間違いするので十分に注意してください。これらをつないで、ロック状態に戻して、オープン。このメッセージの上でクリックすることで、メッセージが送られれば、ポップアップウィンドウが表示され、音声を選択することができます。今回は MAX に付属の、よいしょ、MAX5 Examples Sound の中にあるサウンドファイルを選択します。ジャングリー。こちらを選択した後に、戻して、0、1と書かれた2つのメッセージと、あとスピーカーオブジェクトですね、を追加します。このようにつないだら、再度動作モードに戻して、1を送ってください。読み込んだサウンドファイルが確認できます。また再生中に0を送ることで停止ができます。デジタルの世界では1がオン、0がオフですね。次に再生と停止を一つのボタンでコントロールできるようにトグルオブジェクトを出します。オブジェクトパレット左上から5番目、もしくは空白で T キーを押すことで作ることができます。それを SF プレイにつないで、ボタンの上でクリックをすることで再生停止がコントロールできるようになります。次に映像ファイルの再生をしてみましょう。ジッターのオブジェクトを使います。映像ファイルの再生をするためには、git、これジッター .qt、これはクイックタイムの QT ですね。.movie オブジェクトを作ります。通常の作成の仕方以外に、空白で J キーを押すことで GIT ドットまで書かれたオブジェクトが出るので、それを使うこともできますね。また、スクリーンのオブジェクト、ジッター P ウィンドウ、PW、P ウィンドウと、メッセージのリードを作ってください。スクリーンはオブジェクトパレットの右上から3番目、上から2番目、この猫のアイコン、ジッター P ウィンドウでも選択できます。このようにつないだら、リードメッセージを送ります。正しくメッセージが送られれば、ポップアップウィンドウが表示されて、映像を選択することができます。今回は MAX に付属の Applications MAX5 Patches Media。この中にある映像ファイルを選択します。
選択後、絵を表示するためにボタンオブジェクトを作ります。通常の作成の仕方以外に B キーを押すことで作ることもできます。パレットだと左から4番目ですね。これはバンと呼ばれるタイミング信号を生成させるオブジェクトで、これを一つ送るとそのタイミングで再生されている映像フレームが出力されます。バンを送るためには動作モードにしてボタンオブジェクトの上でクリックをします。これを一つ送るとそのタイミングで再生されている映像フレームが出力されます。この動作を1秒間に30回の速さで行うことでパラパラ漫画が映像として認識できるようになります。そのために一定の間隔でバンを出力するメトロ33というオブジェクトを作ります。そしてこのメトロの電源のトグルを作ります。メトロのトグルをオンにすると映像の再生ができました。今回メトロオブジェクトに対して付けた33という数字はアーギュメントといって設定値、初期値という役割を成します。例えばこの数字を1000に変えると1秒間に1回更新されるのが確認できますね。以上がジッターの世界の入り口、映像ファイルの再生でした。